ウィーリーグカップグループステージ第5節、アルビレックス新潟レディースと大宮アルディージャベントスの一戦です。まず前半1分、大宮の攻撃、吉谷のこのシュート、右のポストに当たりました。そして前半10分、大宮の先制ゴールのシーンです。後ろに戻したこのボールをワントラップして決めました、井上彩香。山谷をかわして見事なシュート、これが前半14分、新潟のコーナーキックです。180センチの浦川がヘディングで合わせたんですが、キーパー望月の正面でした。後半、新潟はフォワード道上を投入、相手パスを奪ってその道上がシュート、強烈なシュートだったんですが、望月がしっかりと弾いてセービングです。今度は70分の新潟の攻撃、道上がプレスをかけていって、そして新潟、白沢のこのシュートはクロスバーの上です。18歳高校3年生。78分の新潟のコーナーキック、山谷がワンタッチボレーですが、これも決まりません。逆に大宮の79分、杉沢から吉谷、グラウンダーのクラスですが、これはポストの左でした。杉沢三越、19歳からのこのクロス、山谷のシュートは左。そして84分、新潟の攻撃です。コーナーキック、道上がヘッドで合わせたんですが、まだキーパーの正面、望月しっかりとキャッチ。アディショナルタイムに入っています。北側からのクロス、スルーして道上のこのシュートもキーパー正面です。ここで試合終了のホイッスルです。アルビレックス新潟レディースと大宮アルディージャベントスの一戦は0対1で大宮が勝ちました。